一舌、二郊外返答、三郊外水、四郊外。三と四の間が何郊外である。返答は、二次、リンパ器官に分類されるリンパ上皮性器官である。従来は、返答線と呼ばれていたが、真の意味では、線ではないため返答に改められた。高口、鼻口から吸引したい物が、咽頭に至る前に、免疫応答できるような配置をなす。 単なるリンパ節の集合体ではなく、粘膜上皮直下の密なリンパ小節の集まりと、表面の亀裂と陥没によって特徴を付けられる。亀裂は上皮を伴っており、特に口外返答では、毛管状となり、深部に至る。毛管内では、上皮内へのリンパ球と、下流白血球の郵送が見られることが特徴。アーモンドの種子の形に似ているためアーモンドの別称である。 返答と命名された。郊外弓の中間にある陥没に位置する郊外返答と絶根にある下返答、陰頭円外にある陰頭返答は輪を描くので、まとめてワルダイエル陰等輪と呼ばれる。この他、時間への異物の侵入を防ぐと考えられている時間内口周辺粘膜下の時間返答や陰頭上部に陰頭返答が存在する。医師が診察時に 患者の口を開けさせ診察する、いわゆる返答は、公害返答で、アデノイドと称して、自ビカで切除するものは、陰頭返答が増殖したものである。口を開けただけで見ることができるのは、公害返答のみである。藤田常太郎、人体解剖学、南へどう、2003年。ISBN 978から4から524222469。AB テラダ春水。 藤田常夫、解剖実習の手引き南山堂、2004年。ISBN 978から4から525103118。ありがとうございます。